また良くないことが起きても集めた結晶を出して。結晶の色がますます濁ってる。トワリン、一体どんな苦しみを。とにかくまずはこれらの違法の旅人、お願いだよ。この目で見ていなければとても信じがたいが。面白い。まるで酒のろ過のように澄み渡っていく。これだけ涙があれば十分だ。次はこの前みたいに
涙を天空のライヤーに落とそう。やった！前とは全く違う感じがする。風幻想活発になってきたね。ありがとう。それでどこで風魔竜をよ。モンド城内はダメだ。失敗したら取り返しのつかない事態になる。このワイナリーも。ああ、ワイナリーがなくなっても大した損害にはならないが、やめた方がいい。海風、もしくは高いところを吹く風は詩人の歌。逆に空気が乾燥していたり。なるほど。演奏に向いてると。星落としの湖から東、砂浜の。あ、こないだお前が寝てた砂浜だよ。山の伸びる方向に沿って登ると星拾いの崖というところに着く。詩人、君が希望する海風も高いところを吹く風もそこでなら。ふむふむ、星拾いの崖ね。確かにいいところだね。僕の歌声にふさわしい。では準備して星拾いの崖に集合しよう。みんな遅刻しないように。了解だぜ。あ、すまない。
よっ。Je chante où là ? Ah, toujours, hein ? On est là. Il veut que je chante où, où là ? C'est pas grave, la prochaine fois. Hein. On remet ça la prochaine fois, c'est pas grave. C'est pas très grave. C'est où je dois chanter là ? Gros ouf. Bah il essaye hein, du moins. Il essaye. On essaye. AR combien ?
Air? I don't know, air. Aller-retour, combien? Aller-retour? J'ai du mal à te suivre. Mi amigo. Excuse-moi. 12, 12 13, je crois. Ah, je suis encore un jeune puceau, mais j'y arrive, t'inquiète. Doucement, mais sûrement. Est-ce qu'il faut chanter, chanter? Yes, à tout, hein. Peut-être asseoir. Ah ouais, c'est Scarabrut ici.
これはお仕置きよ。それしびれなさい。よし、揃ったな。ここ、景色が綺麗だな。運命の再会というテーマにふさわしいでしょ。じゃあ、そろそろ準備を始めるよ。ああ、どんな結果が待ち受けていようと、少なくとも天気は見えてきた。ここ最近、モンドは様々な問題を背負いすぎた。だが、まさか問題を解決してくれるのが旅人と詩人になるとはな。ああ、騎士団も少しは役に立ったか。はいはい、みんな少し離れて。この世で最も優れた吟遊詩人が琴をつまびくよ。間違いだったのかな。君の目はこの曲を懐かしんでいるように見えるよ。本当に話が。おい、金魚野郎。そいつに騙されるな。哀れな竜よ、そいつはそなたを捨てた。ほら、今もまたそなたのことを騙しに来た。バルバトス、憎み憤るといい、そなたはモンドを敵にしてしまった。もう戻れぬ。そいつらは君と共に我を殺しに来たのか。違う、この竜は真の主に仕えるべきだ。そなたたちはここで自分の無力さを嘆くがいい。
張る。ウェンティ殿、自分の身を守ってください。僕の正体はとっくに分かってるんだろう、ジン。でもその名前で僕を呼んでくれてありがとう。天空のライアーはどうなった？まだ引けそうか？それか竜の涙でまた直せそうか？うん、こんな風に壊されたらもう無理かもしれないね。その通り。腐食の根源を倒さないとトワリンが受ける苦しみは減らない。じゃあ偵察騎士を召集して追跡を？その必要はない。え、少し前に四風守護の神殿遺跡でそいつの同類をこの手で切ったことがある。え、それっていつ？あの怪物たちを追跡するなら僕の情報網と手口があれば事足りる。ティルックの旦那、騎士団が嫌いなのに自分のやり方でモンドを守ってるんだな。パイモンちゃんの口調が急に愛に溢れ始めた。フッ。とにかく僕の情報を待つといい。奴らに分からせてやる。アビス教団がどれだけ好き放題な連中でもモンドではやってはならないことがあるとな。しもべはまた勝利を勝ち取りました。あなた様の国がこの世に再び降臨するとき、我々はその栄光を手に。Elle a une tête de méchant, ça. Thank you.
Thank you.
大量のチップをモンドにはシモゲモンモンテイワモンベニ話リザパイモ生活フィッシュそういうオイラがお前はヒルチャー香水香肉族日食はあ猫と言います最近宝刀すぐ宝物最近お前パイモンにとなあ宝箱うぐゆうん。
また良くないことが起きたの？何かすごいことを聞いたみたいね。拠点？また良くないことが起きたの？どうですか？最近の冒険の調子は？その調子です。十分に経験を積んだように見受ける。冒険者協会には毎日各地からの依頼、これが冒険者たちの。どんな依頼があるん？いろいろありますよ。民衆のために怪物を倒すとか。百聞は一見に。これが今日の依頼内容で、終わったら報告しに来てくださいね。ちゃんと豪華報酬を用意。さすが頼もし。ここで待ってますからね。星と深淵を目指せ。
星と深淵を目指せ。素敵な食材がたくさんあるって聞いたけど、本当にすごいね。
うん、私は料理人。各地を巡って珍しい食材を探している料理人なんだ。名前はシャンリン。リーウェイ校から来たの。あなたたちは？オイラはパイモンだ。パイモン。なんだよ、なんでオイラをじっと見てるんだ。変わった生き物だね。ねえ、これ食べられる？残念、友達なら食べられないね。仲良しだね。実は私にもそういう友達がいてね、クーパーっていうの。変わった名前だな。可愛いでしょ。そうだ、よかったら狩りを手伝ってくれない？ここって獲物がたくさんいるし、どれも最高の食材なんだけど、さすがに私一人じゃ手が回らなくてね。でも取り逃がしたくないし。面倒だな。そんなこと言わないで、後で美味しいものを食べさせてあげるから。え、美味しいもの？約束だぞ。旅人はこういうの得意だからな。気にしない気にしない。あなたの友達はもう約束してくれたよ。どんな方法でも構わないから、獣肉を持ってきてほしいの。じゃあよろしくね。一緒に炒めて、後の残りはスライムの液。もうオイラたちのこと。あ、ごめんごめん、ついレシピのことに夢中になっちゃった。これは約束してた料理だよ、食べてみて。で、感想を聞かせて。オイラたちのこと試食係だと思ってないか。おお、これすっげえうまいぞ。どうやって作るんだ？もちろん教えてあげるよ。でもまだレシピにまとめてないから。そうだね、こうしよう。私が今から作るから、あなたたちはそれを見て覚えるの。一回見たらきっと覚えられるはずだよ。こんな複雑そうな料理、一度見たくらいじゃ覚えられないって。それに道具も調味料もないし。ん？それなら問題ないよ。鉄板は平らな岩で代用して、油はさっき取ったイノシシの油を使えば大丈夫。石でかまどを作ったら、木の枝や葉っぱで火を起こすの。砂糖はスイートフラワー、塩はレシピを思いついたらすぐに試したくなるんだけど、毎回調理器具を持ってるわけじゃないからね。ちょっと待ってて、今すぐ準備するから。そこで何してるんだ？ここはイノシシの生息地だが、狩猟禁止区域だよ。イノシシたちが驚いたらどうするんだ？僕たち狩人は目先の利益だけを追い求めはしない。将来のこともちゃんと考えてるんだ。あ、そうだよね。最適な環境だけが最高の肉を生み出す。驚いてこの場所からいなくなっちゃったら。ダメダメ、そんなの美食界の、いや全人類の損失だよ。ごめんね、まさかいけないことだとは思わなかったから。とにかくデュラフさんのところに謝りに行った方がいい。彼は僕たち狩人のリーダーでね、ルールに厳しいから
すごく怒ってるはずだ。うん、謝りに行くべきだと思う。ありがとう。この件が落ち着いたらまた。うん、安心しろ。お前が忘れてもオイラが覚えておくからな。じゃあ出発しよう。ルラフは清泉町にいるはずだ。お前がシャンリンだな。ごめんなさい、デュラフさん。私が全部悪いの。お前がしたことは全部聞いた。ここに来たからには。俺たちの食用肉を広めてくれないか。え？突然ですまない。詳しく説明する。清泉町の肉は高品質で有名だが、その名がモンドだけにとどまるのはもったいないと思っているんだ。そんな時ちょうどシャンリンシェフがモンドに来たと耳にしてな。呼んでこいとエレンに言っておいたんだ。シェフ？聞いたことないか。リーウェ港で庶民向けの料理を出すことで有名な万民堂、そこのシェフがシャンリンなんだ。食材に対して独特の解釈を持っていて、その料理はリーウェの人々に愛されている。観光客の間でも評判がいいんだ。褒めすぎだよ。私はただ安くて美味しい料理を作りたいだけだから。シャンリンのような一流シェフが一流の肉を使って一流の料理を作れば、この清泉町の肉も広く知れ渡るだろう。でもそのお願いは叶えられそうにないかも。私、美味しい料理を作ることだけ考えてきたから、食材が限定されてたり宣伝したりするのは苦手で。ここの肉はお前の使いたい食材なんだろう。何の問題もないと思うが。ううん、違う、全然違うよ。例えば料理にスライムの液体を入れたいって私が言ったら同意してくれる？それはもう少し普通の食材ではダメなのか。食材に普通も何もないよ。調理法さえ合っていればどんな食材でも美味しい料理になるんだから。食材によってインスピレーションが制限されるのは私の心情に欠けるの。だってそんなのつまらない料理しかできないもん。決心が固いようだな。この話は諦めよう。しかし本当に残念だ。別に断らなくてもよかったんじゃないか。
オイラたちは謝りに来たんだろう。確かに謝りに来たけど、それと料理は別だから。うん、これいい匂い。あの、この料理食べてみてもいいかな。ごめんなさい、予約でいっぱいでね。今からだと食べれるのは7日後になるけど、大丈夫かしら。大人気だな。きっと美味しいに違いない。そうだな、なんでドラフはシャンリンに依頼したんだ。はあ、多分リーウェ港のような商業の中心地と比べてモンドの味は万人受けじゃないとでも思ってるんでしょうね。でも私はそうは思わない。私の肉料理は誰にも負けないわ。ねえ、特別に食べさせてよ。何かアドバイスできるかもしれない。みんな美味しいしか言わないのよ。だからあんただって。待って、まさかあんたがシャンリン。うん、そうだよ。そう、あんたがね。じゃあ、あんたも肉料理が得意なわけだ。実は今日一番のお肉をまだ取ってあるの。あんたならどう調理する？肉の質と脂肪量で変わってくるけど、このお肉なら岩焼きにして海塩、絶雲の唐辛子、精神の花を合わせるかな。精神の花だって？でも熱い油と一緒にしたら香りが数倍にも膨れ上がって肉本来の香りが台無しになるわよ。うん、知ってるよ。でもこの精神の花は香料ではなく付け合わせにするの。試したことがあるんだ。火加減をうまく調節すれば精神の花の花びらは苦味が取れてすっきりとした味わいになるの。そこに標高の高い山で採れた絶雲の唐辛子を合わせると、低い湿度と高い温度が相まって独特の風味が生まれる。海塩のしょっぱさ、唐辛子の辛さ、肉のジューシーな香りが全て花びらに集まって、噛むたびに植物の爽やかさを感じられるんだ。ごちゃ混ぜになって味がまとまらなくなりそうだけど、焼肉の主役はお肉よ。肉の香りを損なったら本末転倒だわ。うわあ、喧嘩は良くない。ダメだって。そうなら料理のことは料理で解決するしかないよね。料理対決を申し込むよ。受けて立つわ。私が勝てばドゥラフさんの見る目がなかったことも証明できる。じゃあこうしよう。もし私が勝ったら、その勝った料理を清泉町の宣伝に使っていい。ええ、なら私が勝ったら私の料理を万民堂のメニューに入れてもらうわよ。清泉町のお肉専門シェフ、ブロックの一品って言葉も入れてもらうわ。問題ない、約束するよ。じゃあ食材を探してくる。おい待てよ。追いかけるしかないな。J'ai l'air trop vélo, elle. La babelle, madame. Bah ouais.
Donc là, on arrive chez moi, si j'ai bien compris. Elle est où ? On arrange tout. Sur cette putain de falaise comme par hasard là-bas. Ok. Ou là-bas. Là j'ai ouvert. Ah yes. のためにね。適当すぎないか。安心して、万民堂の看板料理はどれもこんな感じでできたんだから。とりあえずこの辺を散策してみよう。何か気になるものがあったら教えるから。
これだけあれば足りるかな。せっかくリーユエに来たからついでに他にも何かないか見てみよう。Vers là, non ? Ou vers le bas ? Tout du coup, c'est vers le bas. ビリビリさせない。これはお仕置き。
が足りない気がする。うん、ピキーンって、そう言われたら確かにピキーンがた、ね、変。ブロックさんは保守的だけど、その実力は本物。きっと、とっておきの食材で勝負を仕掛けてくるはずだよ。勝ちたければ、誰も見たことないような料理を作らないと。例えば、怪獣の肉の和え物とか、精神の花の炒め物とか、キノコとスライム炒めとか。キノコとスライム炒め？少し変わってるのは認めるけど、味は最高なんだから。今度時間があったら作ってあげるね。味は保証するよ。見た目はちょっとあれだけど。あ、そういえば前に行きそびれた場所があるんだ。何かいいものが隠されて。
pire que je saigne. Il n'y a que ça à faire donc. Donc on joue à ça. Ça passe longtemps, disons. Ouais, ça va, hein. Franchement, ça va. Je pense, du moins. Au niveau 12-13, donc ça va, ouais. ここに来る途中にヒルチャールの集落があったでしょ。そこに行けばスープを作れるはずだから。Je sais pas, franchement. J'ai débloqué 2-3 trucs, mais je sais pas si je peux jouer avec eux. Enfin, que ce soit eux qui me disent. C'est pour ça que j'avance un peu pour voir. Merci. このスープもイノシシを追っていたらどうも遠くまで来すぎてしまったみたいでね。しかも獲物にはそこの地下遺跡に逃げられる始末だ。仕方ないから追いかけて遺跡に入ったら巨大な給湯時を見つけたんだよ。すごく寒くてね、逃げようと思ったら体の力が抜けてこのざまだ。巨大な給湯時？どれくらい大きかったの？以前その噂を聞いたことはあったが、yes. あんなの初めて見たよ。危なそうだな。遺跡には近づかないようにしようぜ。おいしい食材の予感がする。これだよ、足りない食材はこれだ。絶対おいしいに決まってる。落ち着けって。そんなすごそうな植物本当に食べられるのか。試してみないとわからないでしょ。さあ早く出発しよう。また一人で行っちゃった。俺のことは気にするな。それより彼女を止めてくれ。危険だ。C'est parti. On ne sait pas où, mais c'est parti. Ah ok. Zone. Shibire nasa. Nigasanai wa yo. Ugachi nasa. Ouais, c'est bon. C'est parti.
そんな急いで走るなよ。遺跡の中は危ないぞ。食材の鮮度は待ってくれないから。オッケー。やっ、やっ、とりゃ、たっ、はっ、やっ、やっ、やっ、たっ、料理の時間だよ。それ、やっ、どいてどいて。意外と強いな。あちこちで食材を集められたのは勢いだけじゃなかったんだな。
熱々でしょ。早く投稿しなさい。ヨウマメ、立ち去れ。話が通じないなら叩くまででしょう。あ、人あれだよね。おお、でっかい。ラッキー。珍しい食材待っててね。うわ、食材が攻撃してきた。まずは相手をおとなしくさせよう。痺れさせちゃう。風と共に去れ。ふわっ、かけっこしましょう。雨のような矢を。珍しい食材が手に入ったんだよ。これ以上に嬉しいことはないって。あっちにまだ何かあるみたいだよ。きっとさっきの狩人が追いかけてたイノシシだな。この模様見たことないな。どこかで見たことあるような。どこだったかな。あ、リーウェ風物詩だよ。この模様、間違いない。これ300年以上前に絶滅したイノシシだ。そんな昔のイノシシなのか。なんで生きてるんだ。ありえるな。このイノシシの肉ってすごく美味しいから乱獲されて絶滅したんだって。本に書いてあったよ。給湯時と絶滅したイノシシ。今日はお宝を、清泉町に戻ろう。ショートクレア。
super. Allez, regardez les petits trucs que j'ai obtenus. Et après, je pense que je vais arrêter pour cet après-midi, en tout cas. Ouais, je pense que je vais jouer ce soir. À quoi tu parles? J'avoue sûrement on va se connecter puis on va voir ce que les gens disent, ce que les copains ont à offrir. Ouais, j'avoue, la même chose, un truc qui joue à plusieurs quoi. Koko te Kiyoizumi chō nan da yo na. So da to nandō mo itte ru janai ka.お前の探してる人物は誰一人として知らないがな。そんなわけない。そいつらは俺のご近所さんと友人で、清泉町の住人なんだ。変だな、一体どういうことだ。なんかわかったのか。人間ってそんなに長く生きられるのか。そんなことありえるの。Ouais, je l'ai, hein. Encore. Je l'ai connu, encore. Pourquoi pas, j'avoue, ça fait longtemps. Pourquoi pas. Un mode un peu divers. Histoire de... faire quelque chose. Olaf. Son nom... J'ai vu ça dans le casque. On peut tester ça. 何世代前だったかは忘れたが、俺の親族だ。つまり、ヒー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 、こんなことってあるんだな。あ、それか。jamais joué。かなり時間が経っちゃってるけど、一家団らんできてよかったね。Mais après, je sais pas, construction, machin bidule et tout. 私たちの料理対決を見に来ない？あ、その件は俺もブロックから聞いてるよ。会場はもう用意してある。ついてきてくれ。Ouais, j'avoue, pourquoi pas, hein. Faut voir.Faut voir avec qui, faut voir. Mais ouais, j'avoue. C'est pas un bon petit délire. Ça peut être marrant.Se bat. Peut-être asseoir sur Fortnite alors. Si les gens sont chauds. Un peu de game.
Donc je vous dis à ce soir. À ce soir et voilà. Tchuss. Vas-y frérot, ça.